ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の6月の12日月曜日です。今日は、6月の10日土曜日に行われました第42回広島はがき祭りのことを報告したいと思います。チラシはこうできたもらったんですが、その後ですね、坂田道信先生が亡くなられ、3月亡くなられまして、今回は故坂田道信先生を追悼する集いということが付け加えられまして、第42回広島はがき祭りが行われました。今日は最初のですね、竹村智和さんの最初の挨拶から始まりましたが、その挨拶のところをお送りしたいと思います。これは主催実践人広島読書会となっております。その世話人の竹村智和さんの挨拶が最初にありました。じゃあこの後聞いていただきます。また後で。それでは開会にあたりまして、広島読書会代表世話人竹村智和より一言ご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。北海道から九州まで全国各地から多数の方がお集まりいただきまして大変ありがとうございます。当初坂田先生と田中義人様の講演会を考えておりましたが、3月14日急遽坂田先生がお亡くなりになりまして、第42回広島はがき祭り実行委員会を立ち上げまして、小田さんが筆頭になりまして今回準備をやりました。で、限られた人数ですが、スタッフ全員の協力で今日の会が開くことができました。今日は追悼の集いの中でですね、鍵山相談役からのメッセージがあったんですけれども、ちょっとプログラム変更ということで、鍵山先生の体調が不良なことと当方の都合によりまして、これを追悼の時はなくなりまして、その代わりに田中先生の言葉でですね、鍵山先生の言葉を伝えていただくというような形になっております。広島はがき祭りはですね、時永さんがですね、広島読書会最初に始められたんですけれども、この読書会はですね、坂田先生が河原さんのところで、読書会をやってて、それを何回かして広島で読書会をしてはどうかということで、森先生了解いただいて、広島はがき祭りが始まりました。広島読書会が始まりました。で、このはがき祭りもですね、徳永先生の命日ちなんでですね、川原さんのお宅でですね、坂田先生が中心になってはがき祭りをやってたんですが、これは広島読書会が引き継いで今年で42回という形になっております。今日も金内理事長とかですね、掃除の方とか多く集まっていただきまして本当にありがとうございます。田中義人様にはですね、私は平成4年に書きをいつ田中が出したんですか、父親が左手で顔が現れなかったんですが、観測法で足を10分ほどしてもらったら左手で顔が現れるようになった。そのことをはがき堂推奨の由井さんのところでですね、湯原さんのところで話しましたら、岐阜県江良市に田中美鈴さんが観測をやっているということで、僕がはがき昨日たまたま出しましたらですね、坂村新民先生がそういう時岐阜県江良市でですね、石油を29基建てられたということで、命のネットワーキングというのがあるんで来ませんかということで、
私が坂村新人先生の詩を20歳頃知ってですね、ちょうど20年目にですね、岐阜県恵那市で坂村新人先生に会わせていただくことができました。で、今日メイン講師の田中先生はですね、その時にお会いしてちょうど30年目なんです。なんか不思議な縁を感じております。私の住んでる団地は美鈴ヶ丘団地というんですが、奥さんは田中美鈴さんというこれは大変ですよ、なんか感じるところがあります。このハガキ人のハガキ祭りの交流会を通じてですね、それぞれ自分の個性を開いていただきたいと、このような機会になればいいなといつも念じております。今日がそういう素晴らしいになることを記念してご挨拶させていただきます。今日はありがとうございました。竹村智和さんの最初のご挨拶でありました。竹村さんとは倫理法人会で、会うことがありまして、いろいろ交流がありました。そして、中曽茂さんの第42回広島はがき祭りがあるよというんで、案内をいただきまして、それからまた、竹村さんの方へ連絡を取りまして、参加させていただきました。またこの続きを次の機会にお送りしたいと思います。今回も行きましたらいろいろですね、何年以来というか何十年以来の人もおられましたし、数年以来の方もおられまして、いろいろな方とね、出会うことができて、いい出会いの場に、また再会の場になりましたね。縁ある人にまたこれからつながっていけばいいなと思っております。また縁があればこのチャンネル登録してもらって、またつながっていけばと思っております。またこの続きは次の機会にまたお送りしたいと思います。ごきげんよう。